ハイドロニューマチックサスペンション。ハイドロニューマチックサスペンションとは、エアスプリングと油圧シリンダー及び油圧ポンプを組み合わせた自動車用、サスペンション機構の一種で、エアサスペンションの一種である。名称は、水のという意味を持つギリシア語、デルタロー、ヒドロマイナスと、空気のまたは、空気圧で動くという意味のフランス語、ニューマティックを組み合わせたものであるということが切る。なお、 上記からわかる通り、ハイドロニューマティックは本来フランス語であり、フランス語での発音を音写すると、イドロプヌーマティックとなる。サスペンションを構成する機構の一部であり、一般的な金属スプリングのサスペンションのスプリングと、ショックアブソーバーの部分に相当し、双方の機能を合わせ持っている。また、一般的なエアサスペンションとは異なり、気体、窒素ガスは最初から密封されており、 純粋に、スプリングの機能のみを果たし、その他の機能は、油圧シリンダーが受け持っている。その油圧シリンダーにかける油圧を加減することにより、荷重の変化にかかわらず、車高を一定に保つことができ、車高の調整も可能であるが、そのためのポンプが必須である。サスペンションのアームやリンクの配置と、ハイドロニューマチックとの組み合わせに特に決まりはなく、基本的には、 どのような形式のサスペンションとも組み合わせ可能である。フランスの自動車メーカーであるシトロエンが開発し、同社が製造する多くの乗用車と救急車のサスペンションに採用されたことで知られているリアのみの採用例もある。また、それに使われるポンプの油圧をブレーキやステアリングなど広範囲に応用したことでも知られている。このか、ロールスロイスやメルセデスベンツ、 プジョーなども用いたことがあるが、主として、後輪の車高調整用など、サスペンション部分のみが用いられることが多く、シトロエンのように、広範囲に応用しているのはあまり例がない。自動車用以外にも航空機の降着装置などにも用いられる。移植の例としては、陸上自衛隊の74式戦車と90式戦車と10式戦車や、 スウェーデンのストライツボーニ103という戦車のサスペンションが挙げられる90式はハイブリッドで左右傾斜機能はオミットされた。10式では復活している。この種目的は方針制御である。液体は複雑な経路、通路の回路でも隅々まで流れる反面、高圧でも圧縮されない体積が変わらないため、 ロットやリンクでは難しい自由な経路での力の伝達に向いている。パスカルの原理でも知られる通り、伝える力の大きさを簡単に変えることができ、油圧装置は建設機械などの重機をはじめ、広く普及している。また、回路の途中にオリフィス、絞り弁を設けることで、液体が移動する際に抵抗が発生し、減衰力が得られる。一方、 機体は圧力をかけ続けると体積は再現なく縮小するが、それに比例して反発力も大きくなるため、密閉容器に閉じ込めると非常に優れたバネ材となる。この2社を組み合わせ、それぞれの性質を応用した機械が、ハイドロニューマチックシステムである。これを初めて自動車に取り入れ、実用化したのは、フランスの自動車メーカーであるシュトロエンである。 シトロエンの一技師であったポール・マジェスの20年に及ぶ研究と実験により、まず1954年にトラクシオ・ヌアバン15-6のリアサスペンションに試験的に導入され、翌1955年に発表された DS では根幹をなすシステムとして採用された。DS ではサスペンション、ブレーキブースター、倍力装置イコールサーボ。 パワーステアリングにオイルポンプで発生させた油圧が用いられ、さらにセミオートマチックトランスミッションのクラッチ断続と変速動作、ギアセレクトもその油圧で行う点が画期的であった。自動クラッチとギアセレクター以外は SM、CX、BX にも採用されたが、BX 以降のパワーステアリングは普通の油圧式になった。サスペンションのみでの利用では、 トラクシオンアバン 156IDH の救急車 SMGS グッサ CXBX の例があり XM では前後それぞれサンスフェア2ダンパーのコンピュータ制御によるハイドラクティブサスペンションへと進化したトラクシオンアバンと H は氷のみハイドロニューマチックサスペンションは機体をバネ力に液体をダンパー及び 車体の指示に用いるもので、これをダブルウィッシュボーン、ストラットやトレーリングアームなど様々なサスペンション形式と組み合わせることでハイドロニューマチックサスペンションとなる。エアサスペンションとの違いはバネに加わる力が変化した場合、すなわちアーム類がストローク、車高が変化した時には液体の溶石を増減して対応し、機体の出し入れは行われない。そのため、 システムにエアコンプレッサーは不要であるが、車重を支えるための高圧オイルポンプが必要になる。ハイドロニューマチックシステムでは、高圧オイルが、サスペンションだけでなく、DS では、ギアセレクターとクラッチコントロール、ブレーキ、パワーステアリングに、SM、CX では、ブレーキ、パワーステアリングに使われている。なぜ高圧を用いるのかは、航空機の概念と同様。 配管を含めシステム構成部品のすべてを小型計量をかけるからである。それらはすべてパイプで繋がっており、エンジンの動力で高圧ポンプを動かし、アキュレーター、蓄圧器の基部のレギュレーター、超圧器により、油圧が制御されたアキュレーター写真参照に蓄油されている。油圧に関するトラブル時には、ブレーキ系を優先させるプライオリティバルブがあり、 前輪ブレーキの油圧は残される合理的システムフェールセーフである。後輪ブレーキには後輪のサスペンション油圧が使われる。従って、いかなる場合でもブレーキが作動しないことはなく、安全性は十分に保障されている。作動油は初期の植物性オイル、LHS、ピンク色、LHS に茶色から鉱物性オイルの LHM、緑色へ。 さらに化学合成オイル LDS、オレンジ色と変遷している。最初期の LHS は、ブレーキフルードと同等であり、現在も、フランスの古いシトロエンオーナーたちは、DOT-3 のブレーキフルードにマし油を加えて、LHS を自作して使用している。高圧油圧システム、ハイプレッシャーハイドローリックスの構成部品には、すべて高い工作精度を要求された。 最小のクリアランス、潤滑とか動性、油膜形成と動きやすさの度合いに最も適した値は1マイクロメートルであり、最大でもオイル漏れや効率低下をきたさないために3マイクロメートル以内でなければならない。1955年当時としては絶望的な数値であった。現在でも普通の工作精度はもう一桁した10マイクロメートルである。 この1から3マイクロメートルの精度を得るために、パリ郊外のアニエール、オスネル工場で、夜勤術、工業科学、機械工学を動員した、特別の工業生産が行われた。この歴史を年代を追って記すと、以下のようになる。D シリーズが、本当の意味で、大量生産者になったのは1961年以降ということになる。例えば、 ハイトコレクターは、スライドバルブ、6364マイクロメートル、6365マイクロメートル、ボア、6366マイクロメートル、6367マイクロメートルの間で生産されている。したがって、この組み合わせでは、最大のクリアランスは1から3マイクロメートルになっている。この精度を保つには、製造許容度を10から7。 10マイクロメートルに上げねばならないし、最高の材料を選び、最適な熱処理の下で製造されなければならない。シトロエン工法、ハイプレッシャーハイドローリックス1986年6月。これらの知識は、高等学校の物理のレベルである。これを利用して、例えば、車重を1200キログラムとすれば、1輪あたり平均300キログラムとなり、 サスペンションシリンダーの断面積を10平方センチメートルし、さらにサスペンションのテコ比が1、3として、サスペンションスフェアにかかる油圧は90バーになる。スフェア、球の圧が50バーとすれば、約1、2に圧縮されてバランスしている。このような計算から、必要な油圧値、サスペンションスフェアの大きさ、初期圧が決められた。このようにして、 車体を支えるための油圧値は170バーにしたが、ブレーキ用には高すぎて、そのままでは使えず苦労している。前後のブレーキバルブのシリンダーへの出力パイプを低物質に入れて、排圧として、動力に対抗させた後、出力とループを作り、動力の2倍になる圧力変換器を形成して対応し、これをザ・シークレット・オブ・ザ・ブレーキング・システムと呼ぶ。 路面上を走行している状態では、路面の状態により車輪は上下動をしている。この車輪の動きは、随地に示すように路面の突部での車輪の上昇は、サスペンションアームを髪型に動かす。この動きはロットを介して、サスペンションシリンダーに伝えられる。シリンダー内の作動油はダンパーを通過して、スフェアに入って、エアバネ、ガスを圧縮する。 路面のオーブにおける車輪の動きに対しては、エアバネは膨張して、スフェア内のオイルはダンパーを通過して、シリンダー側に出る。ダンパーはスフェアの基部にあり、その部分を通過して、オイルが出入りする仕組みとなっている。この作動は、短時間内の車輪の速い動きの際の状態である。約2秒以下では、車高修正機能は働かないが、これは講述する。 ハイトコレクターのダッシュポットの作動によっている。機体の性質として、ボイルの法則、フランスでは、マリオットの法則と呼ばれる。一定温度下での機体の圧力と体積は、反比例するので、機体を2分の1の体積まで圧縮すると圧力は2倍、にいる。すなわち、バネ力も2倍になる。その性質を車のサスペンションに利用したのが、エアサスペンションで、 人や荷物を積んだ時はバネレートが上がり、それらを下ろすと元のバネレートに戻るので柔らかいバネ、レートを設できる利点がある。この場合には、積載時にエア溶石は圧縮されてより硬いバネレートが得られるため、通常設定ではボトミング、底付きすることもない。バネとダンパーは、スフェア、写真参照と呼ばれる金属製のボールとそれにつながるシリンダーで、 構成されている。ダンパーはスフェアの基部にあり、その部分を通過して、オイルが出入りする仕組みとなっている。ダンパーについては後述する。スフェアの内部はゴム膜で仕切られており、シリンダー側にはオイルが、反対側には窒素ガスが封入されている。図に参照。窒素ガスがバネ、オイルがロットの働きをし、一つの車輪に対して一組のスフェア、球体と、 サスペンションシリンダーが配置される。スフェア内の窒素ガスは密閉されているが、オイルは、車高調整や、バネレート調整の際に出入りできる構造になっている。リザーバータンクに貯められたオイルは、高圧ポンプで、アキュムレーター、蓄圧器と呼ばれる、高圧容器に送り込まれる。アキュムレーターの基部にあるレギュレーターにより、この油圧が140から170バーに保たれるよう、制御される。 サスペンションではアキュムレーターで一定圧に保たれたオイルがハイトコレクターバルブ、車高調整弁、サスペンションシリンダーの順にオイルラインでつながっている。図3、左三章。負荷積載時に車体が沈み姿勢変化をした際には、それを補正するためにシリンダー内のオイル量を増加させて常に車高を一定に制御するセルフレベリング機構を備えている。 その制御は前後に各1個ずつ配置されたハイトコレクターバルブで行われる。各ハイトコレクターバルブには左右のサスペンションシリンダーからのオイルライン1本とアキュムレーターからのオイルライン1本、リザーバータンクに帰るオイルライン1本の3本が繋がれた3方向スライドバルブである。ハイドロニューマチックサスペンションでは純粋に機械的なもので前後ともに サスペンションハーム軸にあるアンチロールバーのねじれの平均値である中央部の変異を DS では前後ともに左側ボディに固定されたハイトコレクターのスライドバルブに1メートル近い長さのロッドで伝えている実に大雑把であるがこれで十分に機能していることが重要でありハイドロニューマチックサスペンションでは反応時間を意図的に遅らせる装置ダッシュポットを ハイトコクター内部に持っている。サスペンションシリンダーに出入りする油圧を3、方向バルブで制御する際に、ニュートラルポジションから変異する、上下させる際には、スライドバルブを動かして供給するのだが、この際には自由にオイルが移動する型のパイプを閉ざしてしまい、ダッシュポットを無理に通過させるのでサスペンションシリンダーへ、油圧供給を始めるのが遅くなる。 ニュートラルポジションに戻る際には、内部の自由にオイルが移動できる型のパイプが開いているので、車高の修正は速やかである。正常位置から上下に変異する場合には、反応は遅く、戻る時には速やかになる。路面変化に追従して車高が速やかに変異していると、時間の遅れは必ずあるので、逆に逆にとなるからであり、短時間の変異は無視するのが正しい。 この条件は機械式であろうと電子式であろうと同じである。ダッシュポットの構造は中心に0 3 m、mm、m 径の穴がある5 8 m、mm、m 径の円盤8枚からなる。ハイトコレクターは全車種に共通なので流用ができるし、この装置の故障はほとんどない。手動車高調整時の作動。手動車高調整は運転席のレバーによって行われる。 車高調整のレベル幅は、車種のシリンダー設計によって異なるが、その作動方式には、差はない。最高位置、MAX と最低位置、MIN との高さの違いは DS では 9cm から 28cm と、最大である。したがって、この間にはノーマルから MAX までは3段階あるが、GS では2段階になっている。 運転席からの手動操作用の長いロッドは各、ハイトコレクターのスライドバルブを動かし、それぞれの決められた車高位置でシリンダー長の修正が完了するように設定されている。このため、手動による操作は同時にアンチロールバーによる作動と連動する。これは図3の右側上図2枚で、ロードとは関係のないものと見た作動に一致する。手動による 車高変化では、バネレートには変化は生じないし、車高が変わった位置で、セルフレベリングは行われる。ここで、MIN1 は、サスペンションシリンダーの油圧が例の状態であるが、MAX1 では、最大油圧がスフェアにかかるので、最も圧縮された状態になるから、その状態を続けるは、スフェアの寿命を著しく短くするので、タイヤ交換時以外には推薦されない。 荷重変動時の作動通常走行時、ハイトコレクターバルブは閉まっているが、荷物を積むなどして車高が下がると、バルブが押され、サスペンションシリンダーが、アキュムレーターオイルラインと繋がり、アキュムレーター側は高圧であるので、サスペンションシリンダー側に、オイルが流れ込む、オイルが流れ込むと車高が修正され、それに伴い押されたバルブも元に戻りオイルの供給、止まる。図3、右上3章。 荷物を下ろすと、今度は、車高が上がり先ほどとは逆にバルブが引っ張られて、サスペンションシリンダーが、リザーブタンクオイルラインとつながり、圧力のかかっていない、リザーバータンクに、オイルが戻る。オイルが戻ると車高が下がり、引っ張られたバルブも元に、戻る。図3、右下3章ここで重要なことは、前後のハイトコレクターは、独立しているが、左右のサスペンションシリンダー。 すなわち左右輪は一本のオイルラインによって連結されているので左右関連している点である。この左右のサスペンションシリンダーが油圧配管を共有しているから第3のスフェアと2つのダンパーを追加しセンサーからの情報をコンピュータ制御して関連を増強したり独立させたりしたハイドラクティブサスペンションが生まれた。ハイドロニューマチックサスペンションでは 電気的なセンサーを使わず、機械的変化で、各装置を制御することが特徴となっている。サスペンションスフェア、ハイドロニューマチック、シトロエンのエンジンルームで目につく、緑色の鉄球、LHM 仕様の場合の色であり、LHS 仕様の車では黒色であり、DS、ID、SM では、古いタイプの分解式、対1973年、 その後の年式と GS 以降のモデルでは溶接式になる。このタイプではダイヤフラムが破損した場合には分解してダイヤフラムを交換して再組み立て後頭頂部のネジ穴から窒素ガスを充填して何度でも再使用できる。多くの場合にはダンパーが分離できるタイプである。分解式では溶石は 400cc である。溶接式では GS は 400cc、前、55バー、あと、35バー、BX は 400cc、前、65バー、5、500cc、55バー、CX では 500cc、前、75バー、5、40バーであるが、ブレークではあとは、BX、500cc、DS、CX、700cc と容積の増加になっている。このことより、 サスペンションユニットの受け持つ荷重は、基本的には、重量増加に対しては、圧力と溶石の増加により対応し、荷重変化の増大に対しては、圧ではなくて、溶石の増加で対応していると考えられる。この問題については、シトロエン工法では何も公表していない。ブレックのリアサスペンションの場合を考えてみると、荷重変化が大きいのでサスペンションシリンダーの増大と、ともに、 作動油の増加が必要であり、スフェアの溶石の増加もそれに伴うだろう。ダンパーバルブ一体型インテグラルタイプと分離型リムーバブルタイプがある。この区別はスフェアとは必ずしも一致しない。ハイドロニューマチックサスペンションの最も重要な特徴はその高圧油圧系にダンパーを取り込んでいることである。サスペンション級の基部にあるダンパーバルブは スフェアとシリンダーとの間にあって、オイルのスフェアへの出入りを調整している。シトロエン車の資料には、ダンパー本体の直径 27mm、厚さ 13mm で中央に、常に開口している。昇降1.5から 1.8mm と、周囲のリング状バネ弁により、回路を調整される穴が4個ある。中央の昇降は、 LHM の粘土により決められた20センチメートル毎秒以下の車輪の遅い動きに対しては、オイルが自由に出入りできる小道になっている。それ以上に速い動きに対しては、周囲のバネ弁を押し開いて、本体周囲の穴から移動する。DS の古い形のダンパーは取り外せるタイプ、リムーバブルタイプである。ちょうど、コマのような形状でリング状バネ弁が、 年式により厚さと枚数が違っている。これらのバネ弁は本体を上下に挟んで、ボルトとナットで組み立てられている。分解して、バネ弁を自由に調整できるが、中古車の場合には、指定のダンパーに組み立てられているかを確認する必要がある。前輪ブレーキ系とプライオリティバルブ。このバルブには前ブレーキ回路。 前後サスペンション回路が接続されており、油圧が80から100倍以下に下がると、油圧警告灯が点灯し、下部のスプリングによって前ブレーキ回路以外は、かとされて前ブレーキ油圧が守られる。それ以外にも前サスペンションの油圧はブレーキ、アキュームレーターに接続されている。この理由は、制動時には前のサスペンション油圧が上昇するから高い油圧を、 逆止め弁付けブレーキアキュームレーターに送るのである。後輪ブレーキ圧の分配装置。この装置が装備されているのは DS、SM のみで、その他のタイプには後の GS に装備された前、後の回路のバルブが縦に並んでいる。この装置は後輪のサスペンション油圧が接続されたシリンダーによってブレーキペタルの視点をローラー移動して、 並列した横に並んだ前後のブレーキシリンダーを押す力と間を変化させるもので DS-SM にだけ装備された。シトロエンは後輪ブレーキは後輪荷重によるが、その上に後輪油圧によって視点を移動させて一層後輪のロックを防ぐための装置を追加した。それもあえて上級モデルにのみに装備し、下級モデルと差別をつけた。 ハイドロニューマチック搭載車の多くでは、ブレーキ系の制御にもこの油圧システムが使われている。作動油としては、ブレーキフルードの代わりに、LHS、LDS を使用している。DS と SM では、同一部品を使っているが、DS では、前側がなく、SM では逆になっているので、DS では、2CV も同じ強い衝撃を前輪に受けると、 アームが開いてしまうことが稀にある。サスペンションは前後ともに左右関連があるが、同一のフィードライン接続。これではロールを抑える働きはないことから、この配管の内部にはワイヤーが入っており、管内の流体の抵抗を増加させていると記載されている。私自身 DS のパイプ内部を点検していないが、ロールであると配管のインピーダンスは直流に近いので例になり、 その有効性は疑問になる。次に、これは、広報誌に記載されているが、全長に比して、世界最大である全輪のワイドトレッドは、アンチロール製のためである。747のストラットは、エアオイルタイプであるが、ダイアフラムのない典型的シリンダー型であり、ハイドロニューマチックサスペンションのようなダイアフラムのある、ブラダではない。全オイル量は80リットルある。 下場のオイル注入口から、ストラット上部の空気注入口から紅油が溢れるまで入れる。この時の内筒の長さは最短である。そこで、上部注入口からエアを2000歳、1歳イコール0.07バーになるまで注入する。この方式は、エアバネーの典型的構造で、ダンパーを持つ。圧力ゲージがあり750から1、750歳の測定範囲で、 双曲線グラフの指定範囲内にあることを離陸時に調整する。携帯式窒素ガスボンベで、その都度注入調整する。B-747 の操縦系統は4、系統あり、それぞれ独立しているので、作動油の全量は680リットルあるので、リザーバータンクも巨大であり、航空での気泡化を防止するために2から3気圧に加圧されている。高圧ポンプは、 シリンダーとピストンが常に回転し、車番の角度を変える、可変容量型ポンプであり、出力0から160リットル、分であり、アキュムレターを持たない。他の形式のエアオイル式、サスペンションストラットを参考に紹介した。考え方を文献しトラン XM、EPA から紹介しておこう。カサーの死は2つのシステム、すなわち、 二つのスプリングレートと二つのダンパーレートを選択できるような車を、それも走行中に自動でかつ直ちに行えることが理想であると考えていた。今だから言えるのだが、ハイドローリックスとエレクトロニクスとのハッピーな出会いであった。我々はすでにこれらの実車 XM 等を知っているのである。基本的には、ハイドロニューマチックサスペンションの左右が関連している。 点を利用して前後の各中央に1スフェアと2ダンパーを追加して各和を1ユニットに独立させたハードモードと2ダンパーを介して関連した3スフェア構成のソフトモードの2サスペンションモードを選択できる方式に改良した。この画期的な方式は一つの車が2つの高難サスペンションを持ちかつ瞬時にこれらを切り替えられることを意味する。 これらの選択は、下規格部センサーからの情報を中央コンピューターにより制御するとともに、手動でも切り替えができる。センサーには、ハンドルの切れ角、回転速度、アクセル回路、開閉速度、ブレーキ圧、車速、車の揺れを感知し、その情報をもとに、コンピューターがオイルバルブを開閉して制御する。その後、ハイドラクティブ2、ハイドラクティブ3、 ハイドラクティブ3、プラスと変化する。ハイドラクティブ3では、サスペンション系とハンドル、ブレーキ系のオイル経路を完全に分離。また、車速や路面状況に応じて、車高の自動制御も行われる。ハイドラクティブ3には、ハイドラクティブ3とハイドラクティブ3が存在する。ハイドラクティブ3では、ハイドロニューマチックと、同様、サスペンションスフェアは4個である。 ハイドラクティブ3は、ハイドラクティブアイア2と同様前後に一つずつの追加スフィアを持ち高難モードの切り替えも自動で行う。高難切り替えのタイミングは、スポーツボタンで選択が可能である。初代 C5 において、3及び3はエンジンにより組み合わせが決められている。ガソリンエンジンの2.0モデルは、前期型では、 3であったが後期型では3に変更された。シトロエントップジョーの業務提携により、PSA プジョーシトロエンが発足。それにより、シトロエントップジョーは、OEM 関係になる。そうなると、当然スプリングも共有することになり当初、比較されていた、BX プジョー405と、プラットフォーム共有は、シトロエン側の開発構想が押しつぶされ、バネのサスペンションとされ、 これにより、シトロエンのハイドロはピリオドを打つはずだった。しかし、これにより、提携当初から、両者の方向性に違いを感じていた、シトロエン側の技術者及び、地域ディーラーの怒りが爆発し、PSA グループに猛抗議した結果、BX のサスペンションは、当初の企画通り、ハイドロニューマティックが採用された。現在、 もはや C セグメントの車種への投入は望めないものの上級グレードのサスペンションとしてのみ採用されるようになり進化を続けている。日本国内では2015年に C5 の販売が終了したため現在は国内において新車でハイドロニューマチックサスペンション及びハイドラクティブサスペンション車両は購入することはできない。またシトロエン本社からは 今後、ハイドロニューマチックサスペンションや、ハイドラクティブサスペンションの車両を製造する計画は、ないと発表されいる。しかし今までのハイドロに代わるサスペンションとして、電気式サスペンションが開発されている。また2017年上海モーターショーで発表された、新型 C5 エアクロスには、次世代ハイドロとも目される、プログレッシブハイドロリッククッション、PHC が搭載されることが、 メーラにされたほか、2018年発売の C4、カクタスにも PHC 搭載モデルが用意された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。